はい、どうも、白熊先生です。M1 2018の決勝メンバーの漫才の、まあ、特徴だったりとかですね、まあ、いいところを話そうっていう動画なんですけど、今日はですね、ジャルジャル編ですね。まあ、ジャルジャルといえばですね、M1 の2017、まあ、去年ですね、まあ、決勝でピンポンパンゲームっていう、まあ、かなり独創的な漫才をしましたよね。まあ、実際問題、そのピンポンパンゲームをいろんな YouTuber が真似するとか、そういう流れもできました。で、やっぱジャルジャルの特徴って、ああいう独創的なネタなんですよね。とにかく。うん。まあ、いわゆるですね、普通の、まあ、漫才コントみたいなんですよ。じゃあ俺がコンビニの店員やってみたいから、お前お客さんでやってきてとか、そういう普通の、ね、よくある漫才コントだったり、いわゆる普通のしゃべくり漫才じゃなくて、ああいう風にジャルジャルのすごいところっていうのは、自分たちで設定そのものをもう独自のを作っちゃうわけですよ。独自の。ね。で、その中でまた独自のルールでいろいろ漫才を展開していくっていう、まあ、とにかく本当ネタの設定とか、まあ、そういうところからすごく特徴的で個性的なんですよ。まあ、でもだからこそあんまりなんて言うんでしょうね、その審査員とかによっては、まあ、いわゆるその古き良き漫才じゃないですけど、そういうものが好きな人たちからするとやっぱりジャルジャルってちょっと評価されづらいところではあるんですけど、まあ、とはいえ去年のピンポンパンゲーム本当に面白かったですよね。で、今年のジャルジャル2018決勝行ったんですけど、そこでまあその決勝に行く前の過程で披露してるやつで、まあ、いわゆるその前回のピンポンパンゲームみたいに、まあ、その流れのネタをまた作ってるんですね。そのまあ、なんとかゲームってのがあるんだけど、やってみないとか言って、2人でそのゲームをやってどうこうなっていくっていうパターンのやつなんですよ。まあ、多分去年のピンポンパンゲームが評価されたからこそ、じゃあ同じ形式でちょっともう一個やってみようかなっていう、作ろうっていう感じで作ったと思うんですよ。まあ、実際問題、予選会場ではやっぱりあれって、ま、お客さんを巻き込んで盛り上げる力がすごいじゃないですか。ピンポンパンゲームのネタ見た方だったらわかると思うんですけど、まあ、だからそういう風にお客さんを巻き込んでね、かなりの爆笑を取ってたらしいんで、まあ、これからですね、決勝を見る方としては、一体ね、そのピンポンパンゲーム以外の次の新しいゲームは何なんだろうと、そこに注目してみるといいと思います。そして、まあ、去年の流れから考えて、いわゆるネットの有名人たちとかね、そういう方たちが一斉にそのゲームをパクってやるっていう、まあね、そこまでの一連の流れが必ず起きると思うんで、まあ、そこに注目してみていただけると、まあ、すごく楽しく見れるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。はい。まあ、そんなわけですね、この話にちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございます。